はい、こんにちは。ネイチャーフォトグラファーの林です。私は今、北海道で自然写真家として生活をしています。今日もロケに行ってきました。湿度が高い予報だったので、いい感じに雲海が出るかなと思って狙いに行ったんですが、今日は絶景でした。こんな感じでいい写真がたくさん撮れました。動画の前半はいつも通り撮影の様子と、後半にはそれらの写真をちゃんと解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってこよう。はい、おはようございます。ちょっとまだ暗いですけど、今日はね天気がいいんだけど、湿度がね 95% とかって出てたから、ちょっとガスとかね、なんかの雲海が出るんじゃないかなと思って今朝出てきたんだけど、後ろがね結構今真っ白にガスがかってるんだよね。でどっかいいとこないかなと思って今車で走り回ってる最中です。あ、でもね景色いいっすよね。こんな感じ。だいぶね、なんか、小麦もちょっと育ってきたのかな。なんか、だいぶ緑になってきたよね。前まで全部茶色ばっかりだったんだけど。あ、でもこういう霧の日はね、撮るとすごいコントラストが落ちて、結構ね、難しいんですよね、撮るのが。で、なんか雲海みたいに固まっといてくれればいいんだけど、まあこんな感じで、ちょっとうっすらぐらいしかないときは、まあだいぶ被写体通るのが難しいんで、まあちょっとね、探していきます。ちょうど朝もやがかってて、この砂利道が綺麗だよね。ちょっとこう田舎道みたいな感じで、少しもやもねいい感じにかかって背景が焼けてるんで、まあザ田舎みたいな。こっちもすごい景色綺麗。こんな感じ見えるかな。いい朝ですね。あ、もうちょっと撮ってきます。グラデーションが素晴らしい。カメラだと見えるかな。ちょっと見づらいんだけど、こうね丘のグラデーションがね白く綺麗に出てんだよね。まあ、こういうのはね、今日みたいにこう少しね、ガスってる日じゃないと撮れないからね。よし、ちょっとまた移動していこうかな。はい、ちょっとね移動してきたんだけれども、あ、結構ねいい雲海なんじゃないですか。こんな感じでね、雲海さっきのところよりもちょっと雲海がね濃い場所にちょっと走ってきました。もう太陽ね出そうですもんね。ただあんま別に太陽をねそんな日の出の直後に撮るっていうよりも、まあもう少しね、なんだろう、霧が綺麗なとこ見つけたい感じかな。ただね、この先真っ白なんだよね。まあちょっともうぼちぼち走っていきます。絶景絶景、こんな感じかな。ちょっと欲張り構図な感じはするけど、まあいいんじゃないかな。山があって雲海があってちょっと丘があってみたいなね。
さっきはね、もう、雲海で真っ白だらけだったんだけど、少しね、この、ラインが見えてきたでしょ。で、これ丘のラインとか、まあ、山もそうなんだけど、何かね、ライン、コントラストがあるもの撮らないと、ただ雲海撮っても真っ白になっちゃうから、うん。もうちょっとここで待とうかな。やっぱね、この時期は湿度があるからね。そんなに寒くはないんだけど、結構肌で感じるぐらいの湿度があるんで、やっぱ珍しいっちゃ珍しいっすよね。普通はカラッとしてるんですけど、まあ今日なんか天気予報で見てた時に、ね、さっきも言ったんだけど、湿度 95% とかって出てたんで、あ、これはね、雲海出るかなと思ってね。まあこういうなんか、なんだろう、雲海とかなんだかんだっていうのは、大体経験で取れるんで、そんなに偶然とかじゃなくて、まあこういうのはね、狙って取れますね。はい。はい、ちょっとまた移動してきました。もうね、太陽が出てね、だいぶ経つんで、ちょっと雲海とか霧っていうよりかは、もうだいぶ霞んできちゃったんで、まあそろそろ切り上げるか、まあ何かね、ちょっと走ってる最中にこう綺麗にね、グラデーションがかかってるような場所があれば撮ってくみたいな感じかな。まあ、こういう日はね、ほんと時間との勝負なんで、もう同じ場所で5分も撮らないっすよね。もう撮って移動、撮って移動、みたいな。まあさっきのとこはね、ちょっと、まあ、時間が経てばそうなること分かってたから、ちょっと待ったんだけど、まあ大体もう移動してった方がこういう日はいい写真撮れますよね。はい、戻ってきました。結局あの後は被写体探し回ったんですが、いまいちシャッター切ろうかなって思える風景がなかったのと、最近は YouTube を優先にしてるので、なるべく動画を早く上げていきたいから、撮影はパッと切り上げて帰って動画作りに勤しんでました。で、早速写真を見ていきます。まずこちら、データがシャッター速度 1.6 秒、絞りが16、 ISO が320、焦点距離が180mm、 ピントは手前の丘ですね。こういう霧がある日はどうしてもコントラストが低下するので、霧とか雲海だけ狙っても全然絵にはならないです。だから大地がわかる曲線とか森を少し入れたりとか、何か写真にエッジを効かせないと平坦な写真になりすぎるので、撮るのは結構難しいです。まあただ晴れすぎているとそれもそれで面白みに欠けるので、グラデーションがかかるぐらい霧がかかっておいてくれると、今日みたいに綺麗な写真が撮れます。普段は遠くに街とかが少し見えちゃうんだけど、今日は霧で見えなかったので、それも良かったかなと思います。次の写真がこちら。データがシャッター速度20分の1、絞りが16、ISO が320、焦点距離は80mm、ピントは手前の森ですね。これはちょっと欲張り構図かなって思ったんですが、まあ背景の山も綺麗だし、雲海自体もいい感じに流れてきてくれたので、あえて全体を入れるような感じで撮りました。ただ空はそんなに必要ないので、入れるとしてもこの写真ぐらいですね。よく綺麗な場所だと、広角でバーンって撮りたがるんだけど、半分以上空が入っちゃうから、そうなっちゃうと雲海とかが全然目立たなくなっちゃうんで、その辺は気をつけないといけないです。今日は少し待てば、丘の輪郭がわかるぐらいに雲海が引いてくれるなって思ったので、その場で待って撮影しました。日によっては奥が見えないぐらい真っ白に包まれる日も結構あるので、雲海の動きを常に見ながら行動しないとシャッターチャンスを逃したりします。で、次の写真がこちら。データがシャッター速度160分の1、絞りが16、 ISO が320、焦点距離が 200mm、 ピントは手前の方の丘ですね。横から遮光が入っているので、奥の方の山まで綺麗にグラデーションがかかっていて、大地が重なるように綺麗に撮りました。
本当は結構家が見えたりするんだけど、丘の谷間に建築されてる場合が多いので、今日ぐらい雲海がかかっといてくれると、丘の上の方しか見えないから、こうラインを結構綺麗に撮れるんですよね。で、最後の写真がこちら。データがシャッター速度30分の1、絞りが16、ISO が320、焦点距離が110ミリ、ピントは手前の森です。2枚目に見した写真のところから少し切り取って撮影しました。他に何枚か撮ってるうちにオレンジ色の光が消えて白い雲海が綺麗になってくれたので、山はもう入れなくてもいいかなと思って望遠で切り抜いています。ここまで太陽が昇っちゃうと、山は結構白く薄くなってくるので、それだったらもうこうやって下だけ撮った方が綺麗だったりします。今日は天気予報を見て、もうこういう雲海が出るなっていうのはあらかじめ分かっていたので、ほぼ確実に狙いに行ったって感じですが、やっぱりいい日に出会えると面白いですよね。まあ、何百回と雲海は撮りましたけど、それでも毎回違う写真が撮れるので、移り変わる景色っていうのは撮っていて本当に面白いです。今後ももし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録と、僕の作品はインスタに投稿していますので、綺麗な写真が見たい人は下の概要欄からぜひフォローお願いします。あと今回の動画で紹介できなかった写真は、またオンラインの写真サークルの方で解説するので、興味ある人は下の概要欄からぜひご参加ください。掲示板に質問や見てもらいたい写真を貼って自分がアドバイスしたりとか、もうそんな簡単なサークルなので、初心者の方も歓迎です。それではご視聴ありがとうございました。